外部探査針の打ち込み完了。表層防壁の突破を確認。ルート79を経由して対象への接続を開始します。ネットワークにつながったようじゃな。これで古代人の秘密はわしのものじゃ。状況を報告せよ。思考アーキテクチャのデフラグメンテーションを開始します。分割思考ストレージ個数を1から8段に変更。大容量伝達デバイスを3番から8番に転送と新規発生エラー数すべて予想の範囲内を推移。ここにカオスエメラルドの反応があったのか。俺たちで阻止しないとな。そこを無視した力場で操縦の結果が変化してる。ロジックの差が顕在化して因果の底に落ちていってる。テイルス、エミ、さっきの場所はグリーンヒルみたいだったが、ここは、可能性の生き物。誰だお前。己の力で電脳空間を克服した奇跡の者。お前こそが解決の鍵となる。電脳空間？それより俺の仲間たちはどこだ？そもそもここはどこなんだ？ここはスターフォール諸島。時間に取り残され誰の記憶からも忘れられた島。ってことは一応目的地に着いたわけだな。で仲間たちは？消えた？どうやら自分で探すしかないか。面白くなってきたぜ。
異空間へと向かえ歯車を用い現世と異空間をつなげるのだ。 つなげるには力が足りぬ。 歯車が足らぬ。 歯車を活用せよ。
再び異空間へと向かうのだ。それが己に課せられた使命。Thank you.